敗れはしましたが、斉藤選手がですね、終了のゴングが鳴った後の4人の目を見てほしいと戦いの前に SNS では綴っていたんですが、いやー、2人の戦いは、途切れることがない、途切れるはずがない。井上さん、そういうことですね。そうですね、まだネクストがあるということですね。でもそれはそうでしょうね。今日はおよそ25年ぶり、そうですね、ようやく再びね、リングで交わることができたわけですからね。この